皆さんのおかげで、どんどんこの産業界のビジネス交流会ですか、発展することができると思っております。なぜがんより怖い脳梗塞かっていうと、脳梗塞になると2割の人は死にます。で残った8割生き残っちゃうわけですよ。その人は大変、死んじゃった方がいい。でたまたま運悪く生き残ると周りが大変なんですよ。私があんまり神様なんて信じないんだけど、もし神様いるんならこの右足動かしてくれよって毎晩祈ってましたよ。動かしてくれたら退院してから世のため人のためになることを一生懸命やるから、なんとか動かしてって言ったのが通ったわけですよね。だから今もせっかく皆さんこうやって元気でここへ来れるんだから、私も50分か1時間の間に役に立つ話がいくつかあると思うんですよ。絶対これを覚えて実行してください。ただ聞かないで俺は大丈夫だっていうやつは早く死んじゃえばいい。例えばがんセンターとか、それから、大学病院っていうのは、標準的な治療しかできないんですね。なので例えば一番新しい治療を受けたいなんていう時に、どうしてもその標準的治療しかできないところですと混合診療の問題があってやっぱりできないんですよ。それでがん難民が発生してしまう。例えばこの方はもう、80代の男性で、もうホスピスですねって言われてたんですね。でところがうちにやってきまして、で画像を見たら本当にこれだけなんですよね、がん。ここに温熱免疫療法をやりましょうと言って、3ヶ月後にこれ取ったものなんですけど、まあ、こんな風に 2.7 が 2.0 に下がっていて、で、また3ヶ月後ですから7月に取ろうと思ってるんですけど、すごく元気なんですよね。でこういうことで、まあ、今までは諦めてたケースも実は意外に免疫療法で治る人っているんだなっていうのが僕のこう最近の実感なんです。弊社ですね、おそらくなんですけども、化粧品の OEM メーカーとしてはですね、初めてこの野口ゴールドコレクションの認定を受けた商品を発売させていただきました。弊社が目指すところとしまして、やはりその例えばお客様のお客様、または弊社とお取引のある仕入れ先様、またはですね弊社の従業員という、この弊社と関わる全ての先のウィンウィンウィンの関係という3ウィンの関係と弊社としては位置づけて、全ての関係先に対してウィンが行き着くように頑張っていくというようなことで今頑張ってやっております。皆様方にご紹介するこの、製品展なんですけれども、これは、普通の、まあ、展示会と少し違うところがございまして、そこではなかなかうまく、商談まで行かなかった企業の方に対しては別枠で、商談の機会を、作らせていただいたり、なおかつ、中国本土に、事務所を持たなくても日本決済でご自身の商品を中国市場に送り込むようなお手伝いもさせていただいております。年寄りが年寄りを介護する時代になってしまった。介護人材、これが今もうオリンピックどころの話じゃないです。今すでに40万人足りないんです。私どもの職員も今日は5、6名一緒に来ています。長野から来てるんです。私ども長野から全国へそういった人材を入れていますので、ご興味ある方はまた懇親会の席で、職員はじめ名刺交換させていただければと思います。今日参加していただいている方の名簿があります。これ見ていただいてですね、この人はぜひ紹介していただきたい、欲しいなという人がいればですね、遠慮なくこの会社紹介してくださいということで、スタッフと書いてある人とかですね、私に申し付けていただければご紹介をさせていただきます。